角田君は私自身ヘッドコーチとしては、まあ、定めてないんですが、選手はもしかしたら定めているかもしれませんが、まあ、僕としては全力でね、最後までしっかりフットボール、まあ、大橋らしいと言われるフットボールをやってもらえたらなと、そうですね、まあ、誰っていうわけではないんですけども、その若い 1,2 年目の選手で、まあ、非常に能力が高くて、取り組みもしっかりした選手が、まあ、増えてきてますので、まあ、それに刺激されてベテランもね、徐々にいいプレー、いいセンスのプレーが増えてきてますので、そのあたり、まあ、去年とは少し違ったプレーが見せできると思いますので、そこら辺に期待していただければいいと思います。まあ、コロナの影響で、まあ、いろんなところで、まあ、いろんな影響が出ているんですけども、僕たちは、まあ、粛々と、できる範囲で、できることをやらせてもらっているので、それをなんとかフィールドで形にして、一緒でも、それから1プレーでもいいプレーができるように、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。東京ガスクリエイターズ背番号11番ラインバッカーの松倉武雄です。今年のチームは、オフェンスがより若年化が進んでですね、密に連携を取ってですね、今まで以上な攻撃的なオフェンスになっていると思います。ディフェンス陣は、今まで以上によりアグレッシブなプレーができるように個人が考え、コーチとの連携を取ってですね、チーム全体でケミカルを起こせるようなチームとなっております。はい、ベテランから若年層まで年齢がバラバラなので、私キャプテンとして気を使っていることとしては、常に周りとコミュニケーションを取ることを、心がけております。あと痛いヘッドコーチが、まあ、勝つために勝ち方にこだわるということを、常におっしゃってますので、まあ、練習からですね、勝ちにこだわって、取り組んでいくようにしています。日頃より応援してくださって誠にありがとうございます。今シーズンもケミカルを起こしてジャイアントキリングができるように頑張っていきますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。東京ガスクリエイターズ28番ランニングバック小泉君です。はい、ランニングバックとしてプレースピードと、笛が鳴るまで最後までプレーする姿勢では誰にも負けないと思います。チームを勝利に導くのはもちろんですけども、チームのテンポや、リズム、勢いをつけれるようなプレーを、どんどん見せていきたいと思います。はい、ファンの皆様、応援してくださる皆様を楽しませれるような、試合をお届けできるように、精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。